さばさ乾いてく心人のせいにはするな自ら水やりを怠っておいて人のせいにはするな。皆さんこんにちは、あ、こんばんは。四ツ谷怪談です。本日も上智大学7号館の、9階の北条研究室からお送りしてます。で本日も MC 私これ沢桜子が務めさせていただきます。でサポートで山本さんにちょくちょくと、はい、サポートします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速回数をサポートで入れてください。第16回、四ツ谷怪談ですね。ナイス、はい、はい、ありがとうございます。ナイスフォロー。ナイスフォロー。はい、ということで本日、メンバーは、私含め5人でお送りするんですが、まず初めに、前回1周年記念ということだったので、まあ、前回の締めくくりも含め今年の抱負を、それぞれ皆様に述べていただきたいと思います。じゃあ山本さんからお願いします。はい、ですね、まあ、1年間、1年前は1年間続くっていう想像自体をそんなにしてなくって、本当に1回1回、探り探りだったんですけれども、Facebook、まあ、主に、その編集面と技術面、北条さんにお願いしてばかりいるところですけれども、その技術面とか、あと Facebook ページなんかもできて、なんかこう形になりつつあるっていう、なんかこう作っていくっていう感覚が1年経ってできて、作るっていう、しかもチームで作るっていうのは人文系ではあまり私は経験してきてこなかったので、とても面白い経験です。で、これは今まで本当に、自分一人でこもってやってきたっていうせいもあるんですけど、今年の抱負はその四ツ谷怪談もそうですけれど もう自分を開いていろんな人と何かを作っていくっていうこと、自分、他者を歓待するということを目標にしたいというふうに思ってます。で今日の日付、伏せておいた人、伏せておいた方がいいという人いませんよね。大丈夫ですか。今日2015年5月15日ですね。いい子の日という、1515という日なので、とりあえず親孝行ですね、するような年にしたいと思っています。最近親父と大喧嘩をしました。そっちいきなり行きますか。なんていう研究上の親に対してはいろいろ親孝行しようという努力は今年しようという、それも一つ抱負なんですけど、うん、お兄さん方に四ツ谷怪談のお兄さん方にいろいろと精神的に支えていただきながら頑張っていきたいと思っています。なんか全然具体的じゃないんですけども、多分具体的な目標は堀さんがなんかいろいろ言ってくれるんじゃないかと思います。よろしくお願いします。山本でした。られましたので、弁声出版の堀です。僕が四ツ谷怪談参加させてもらったのが3回目からでしょうかな、3回目か2回目か、1回皆さんでやられた後途中から加わるという形だったんですけれども、最初はすごい面白そうなことやってるなっていうので誘われたのをいいことにのこのこ来たっていう、ちょっと受け身の感じだったんですけれども、やっていくうちに、こう自分が主体的に関われるというか、自分がこう面白いと思ったことを発言できたりっていう楽しさを存分に味わわせていただいています。で、そうですね、そういう経験をこの四ツ谷怪談でさせていただいたことが、この仕事にもうまく反映されるというか影響が出てきていて、やっぱりこれまで出版社っていう会社によっても雰囲気とかやり方は違うと思うんですけれども、先生方から話が来てそれを相談して本にするっていう形が多かったのが、こ
こで今自分はこういうこと考えてる、こういうのが面白いんだっていうのが自覚できるようになったことで、こう自分発信で、あ、じゃあこの先生とこんな仕事してみたい、話をしてみよう、会いに行ってみようっていうふうにこう仕込めるというか、本を作っていけるような形が今ちょっとずつできてきて見えているので、そういう意味でもなんかいろんないい影響はいただいてるなというふうに感じております。そんなこれです。素晴らしい。なんか素晴らしい。なんでこんな真面目なコメントばっかり続いていくんでしょうね。ごめんなさい、どっかで誰かが踏み外さないと形になりませんよ工藤さん。そこでずっと目を見つめながらですね、そういうこう暴力的なふりをすると、まあ言われなくても私は踏み外す人間ですから、まあ抱負と言われても、さっきもちょっと言ったんですけど、僕は抱負を述べるっていうことが子供の頃からもう本当に嫌いで苦手で、人生成り行きだよって言いながら生きてきた人間なので、まあ成り行きだよっていうとね、あまりにも無責任ですけれども、やっぱりその時々のね、事故の置かれた状況および周りとの関係性の中で全てのものは展開していくのだと、何かそこでこうしますと言ってしまった瞬間にですね、それはある意味まあ権力的でもあり暴力的でもあり、いかんのではないかと、という逃げ口上のもとにこの振り外し具合ということですね。まあですから、まあ具体的に何かやりますと宣言はしませんしませんが、まあ日々真面目に生きていこうと思ってますけど、ただですね、まあ、あえてちょっとだけ真面目に言うんであれば、まあ、前回までのその他者表彰の問題っていうのは、これ実は結構僕しつこくこだわっていることで、そうですね、そうなんですよ。やっぱりそれはそのコミュニケーションの問題っていうのが常につきまとっているわけで、まあ、一応僕も含めてまあ、ここにいる北条さん、山本さんとか僕っていうのは、まあ、学生さんに対してこう話をするっていうことをやっぱり仕事の一部としてはやっているわけで、まあ、やっぱそういう時に最近というか、まあ、ここ何年間かにわたって改めてですね、なんかこうもどかしさをね感じることとかすごく多いわけで、でそれはともするとね、本当に陳腐な、なんかこう今時の学生は的なものに引っ張られかねないところもあるんだけれど、やっぱりその艦隊云々っていう話もずっと、まあデリダのことも云々ではなくて話もしてきたけど、なんだ真面目になっちゃったなそれはいいんですけれども、やっぱりですね、どういう形でこのコミュニケートするか、それは一方的ではなくて、まあそもそも抗議なるものは一方的なものになってしまうという宿命を持ってはいるんだけど、権力的でもあり、でもそんな中でもなんとかこう相互の、双方向的なというか、まあどちらかからの圧倒的なものに解消されきらないような可能性ってどっかにないのかなというようなことをですね、感じているので、まあ、できるかどうか分かりませんが、まあ一応あえて言うならば、そういった点を今年はちょっと少しはやっていこうと思うかなというぐらいですかね。はい、最後必死に絞り出した感じが自信はないしということで、じゃあやっぱりここは北条さんに、はい、はい、あ、グッドボイスですね、はい、北条です、はい、私は自己の物語家に抗しておりますので何も言うことはありませんナーティブというものの自己正当化の機能に今年もこうしたいと思います。以上です。ずるいずるい非常にこれがナーティブというものを知り尽くしたものの発言、実験的な発言ですね。すでにここに権力が発生してますね。自己正当化からは踏み外していくということでね、という名前の自己正当化です。そうです、はい、以上です。なるほど、わかりました。じゃあ、小笠さんはどうなんですかね。小笠さん、はい、小笠さん、はい、ですね、四ツ谷怪談に関わってもだいたい3ヶ月ちょいぐらいになるのかなと思うんですけど、3ヶ月もうちょっとありますか。去年の12月から去年の12月、あ、すいません、もうちょっと長かったんですけれど、もう半年になろうとしてるよ。早いですね、はい、なんかその半年間で思ったことが、まずぐっと問題意識が広がったんですね。普通に大学の講義をずっと教わるっていうか受け止めるだけの立場だったんですけど、だんだんとその四ツ谷怪談に
て参加するようになってから笑われてるんですけど、なんか四谷怪談に参加するようになってから、あの教わるっていう立場からだんだん考えるっていう立場に、まあ、移行してきたのかなと、あのちょっと大げさなんですけど自分では思っています。で、そうですね、あの今年の抱負なんですけど、動きたいと思います。あのどういうことかっていうと、もう学部生の時間が少ないんですね、今年3年生で。でも来年は大学院とか就活が始まるので、とにかくこの四谷怪談とか大学の講義を通して疑問に思ったこととか知りたいなって思ったことを、あの経験として自分の中で還元していきたいなっていう思いはありまして、あの自分のやりたいことを自由に学べる幸せさっていうのはもうずっと大学1年の頃から感じてきたので、あの、まあ、集大成として卒論を残せるようにちょっとハードル上がりますね、3年の時はまず動いて経験する、これを目標に進めていきたいと思っています。素晴らしい僕こういうの嫌いだなすごい。じゃあすみません、あえてちょっと水を差しますけれども、はい、あの後でコレサーさんに確認して嫌だって言ったらカットする前提で、はい、あの僕はコレサーさんのお父さんと、昨年ですかね、ちょっと仕事をした機会があって、で、まあ、四谷怪談でばったり会ってその時初めて知ったんですけれども、先日ちょっとお父さんの方とメールでやり取りをする機会がありまして、それでまあいろいろやり取りをしている中で、まあ、あのうちの桜本もすごいこう勉強が楽しいようだと、ただあのもう私は最近怒られてばっかりですっていうお父さんの愚痴がちょっとこぼれまして、これはいかんと、父親とはいえやはり研究者目指すのであれば、お父さんも研究者ですし、ちゃんと研究を残されてる方なので、お父さんにも尊敬の眼差しで接してあげないとなって説教しようと思って。なんでこんな拡張性されてるんですか。それは最初の山本さんと今年のあの親孝行ってところにつなげようとしてる。いやいや、なんでこんな儒教的霊的ってのが仕立てられようとしてるんですか。これはあのかつて三浦淳がやったマイブーム親孝行とかそういうことじゃない。わかんないですなんだこの流れは。はいはいってわからないぞ。どんなことで叱るんですか、お父さん。あの論文をですね、父の書いた論文を読んでると、これ流していいのかな、あのたまに論が成り立ってないちょっと待って、ちょっと背筋が寒くなりますね。いやあとあの同じことをちょっと繰り返し言い過ぎてる時があるので、あの構成の時にあの読みやすいか読みにくいかって聞かれて、学生目線からどう答えるのっていう時に、まあ私レベルの学生が読めたらこの論文読めるんじゃないっていうのを観点にしてビシバシ、まあ、言っています。確かに、はい、すいませんでした。いやでもこれからもビシバシ言いますお父さんは言ってほしいんじゃないかな。そうだね、つまりそれは堀さんに原稿が渡る前にすでにあの娘チェックが入ってるって入ってたんだと思う。いやでもね、自分の娘に更生してもらうって幸せなことですよね。いやまず通常ありえないでしょ、うん、まあありえないっていうかね、めったにそんなあることじゃないですね。僕は奥さんの原稿はね、いつも読んでアドバイスをしてますけど、うちの奥さん僕の研究全く監視しませんからね。なんでなんか今度一気になんか家族内でのあのまあとりあえず研究者の家族の中でのその問題にシフトするのか。どうなんでしょうね。どうなんでしょう。世の中で僕の文章を読んでくれる人はどれだけいるのかって、そういう寂しさをね。寂しさを時々感じますね。野田先生しかいない、もう僕の文章を読んでくれるのは、はい、みんな読んでるじゃないか。消えかかるのを暮らしのせいにはするな。そもそもな、ひ弱な志に過ぎなかった。ダメなことの一切を。まあ
抱負が一通り、まあ、回ったところでですね、あの今あの今日は今沖縄出張中の佐藤さん、あのいつもあの、オープニングを歌っていただいているポール佐藤さんがですね、あの電話で、中継で、まあ、初めての試みなんですが、ここでそれをちょっと入れてみても大丈夫ですか、はい、ちょうどですね、あのメッセージ着信がちょっと入ってるので、今だったら応答してくれるんじゃないでしょうか。なんか沖縄の現地の様子などを伺って何かが始まる。佐藤さん出て。え、これで出ないってちょっとなしですよ、佐藤さん。ただいま。まあ佐藤さんらしいですね。佐藤さんらしいですね。まあ今回必ず踏み外してくるんですね。コールをしてもレスポンスはなかったっ。そうですよね。どうしましょう。もう一回。あ、でもさっきあの折り返しいただいたので。折り返し来ると思います、はい、ちょっと今音が出るような形にしていますので、レスポンス待ちで、レスポンス待ちでちょっと進めてはいかがかなと思います、はい、はい、じゃあ、まあ、折り返しが来次第ということで、沖縄の中継が入ります。沖縄の中継が、はい、できるんだろうかということで、だんだんと本論の方へ移っていきたいと思います、うん、はい、で、前回なんですけど、前回はあの自発的霊獣論、市民的不服従っていうのを中心に扱いました。でこれを扱った、まあ、一種のその要因っていうのが、今まで四谷怪談ではノンヒューマンや、他者表象っていうのをテーマにしてきたんですね。でそのノンヒューマンを考えるきっかけとして、その現代批判っていうのを見つめ直したわけなんですけど、その現代批判から発生して、自発的霊獣論、市民的服従っていうのを見つめ直したのが前回の流れでした。で今回はあの来ましたね、佐藤さんが来たようなのでお願いします。ここはい、もしもし佐藤さん。あ、もしもし、どんな感じですか。今ですね、ちょうどここにいるメンバーの、まあ、今年の抱負っていうのが終わったところですよ。お、そうですか。ええ、何かその現地どうですか、暑いですか。あ、もちろんもう入ってます、録音入ってます、入ってますよ、佐藤さん、佐藤さん入ってるよ。そうですか、今ちょっと沖縄に来ております。はい、5月15日は何の日でしょうか、皆さん、リスナーの皆さん、沖縄の本土復帰の日になります。はい、72年72年ですね。もう皆さん何歳出したでしょうかね、皆さんね。その振りは。いや、まだ生まれてませんって人いますよ、この中に。そうですか、そうですね、若い人たちがもういっぱい聞いてますからね。どうですか、昨日入ったんですっけ。今日入りました。あ、今日今入ったばかりっていうところですかね、沖縄に。今日の朝便で飛んできまして、朝通って、うん、朝飛んできて昼ぐらいに沖縄に入ったんですけど、なんか土日に何かこういろんな催しがあるのの調査というふうに伺ってますけども。そうなんですよ。で5月の17日に、はい、5.17 沖縄県民大会というのが、決行されるんですよ。でタイトルが戦後70年止めよう辺野古新基地建設なんですね。はは。それで場所は沖縄セルラースタジアム那覇という野球場なんですよ。那覇市内のすぐ空港のそばにある。なるほど、はい、うん、でそこに、ま、県民が集まるっていう、まあ、おそらく本当の方でもニュースになると思うんですけども、そういうこうちょうどこの本土復帰の 5.15 と合わせた日曜日が17日の日曜日になので、話題が起こってるし、なんか賑やかそうな場所から中継されてますね。そうですね、今ちょっと飲みながらなんですけど。なるほど、はい、やっぱりもうこの時間シラフでいられないね、もうシラフじゃいられない、もう 5.15 の沖縄っていう感じの、なるほど、ちょっとなんか熱気があるような場所ですね。今のアウトかな、大丈夫かな。ええええ、
何か皆さん、ここにいる皆さん、ちょっとその現あの佐藤さんに何か質問等がある方がいれましたら、はい、堀さんの方から何かあ、はいはい、どうも佐藤さん、堀です。あ、どうも。県民大会の時に佐藤さん何かやられたりするんですか？うん、いや、さすがにそれはないんですけど、でもまあ、一人で勝手にやってます、うん、それはそれで楽しみです。うん、まあ、ね、報告しますけれども、ちょっと面白いその記事を今日目にしまして、おお、沖縄タイムスって沖縄の、はい、まあ、二大新聞の中の一つがあるんですけども、うん、その一面の見出しが安倍首相が V サインして、うん、自衛隊海外活動拡大を図る新たな安全保障関連法案を臨時閣議で決定した安倍総理、うん、V サインしてるんですけども、これが一面で沖縄タイムス。なるほど。で、専守防衛大転換っていう見出しがついてるんですね。はい、それでパラッとめくって2面目なんですけども、はい、2面目の真ん中ぶち抜きで沖縄タイムスと RBC という沖縄のテレビ会社が共同で行った県民世論調査ですね、うん、の結果が出てるんですね、はい、でそのネタが 5.15 なので復帰のことに関しての県民調査なんですよ、はい、でなんとその見出しがですね、復帰良かった 86% なんですよ。その 86% という数字の、はい、なんととおっしゃいましたけど、そこをもう少し説明していただくと、はい、でこれ本土の一部熱い人たち含めて沖縄独立論とかっていうのを、はい、希望期待込めて、うんうん、我々も語ってしまいがちなんですけれども、実は沖縄が本当に復帰して以降、復帰についてのアンケートがずっとそのマスコミに取ってるんですけども、80% 下ったことがほとんどないんですよ、うんうん、ただ今年の86は結構一番いいぐらいの、うん、数値が出てまして、あ、つまりなんとというのはその沖縄独立論があった、まあ、あとであってもその数字はいまだに 80% の高い数字をキープしているという、そういう驚きということでしょうか。そうです、だからその復帰してよかったってこの、まあ、ここからが本題ですけども、よかったっていうふうに感じている沖縄の人たちの思いというのを、今我々がどう聞くかなわけですよ。なるほど、はい、そういうふうにこの記事読み取れるんですね。と同時にですね、はい、別なそのすぐ隣の記事の見出しに、平和な島 65% 遠くという結果が出てるんですね。これは基地のない 平和で豊かな島にはなったかなってないかって質問に対して、あまりそして全くなってないというふうに答えた県民の人たちが 65% いるってことなんですよ。なるほど、はい。なので復帰は良かった 86% でも平和な島のイメージは随分遠のいて 65% 止まりという状況で、これをどう考えるかっていう、このあたりが今その、ね、辺野古の市民運動というふうに言われてますけど、あれは多分市民運動ではなくて国民が今のその政府の動きに対して、うん、まあ、ノーと言ってる国民運動としての辺野古の運動だと思うんですよね。なるほど、はい、うん、その辺をやっぱり考える、まあ、紙面から浮かび上がるのはそういうことなんですよね。なるほどですね、まあ、5月の15日、うん、まあ、復帰をしたのは良かったというのが、まあ、多勢であっても現在の日本の形とか、まあ、沖縄との本土の関係っていうのを、まあ、肯定的に必ずしも捉えているというわけではないというふうに、まあ、ある程度複雑な県民感情があるということをある程度我々は理解しておかなきゃいけない。そうですね、おっしゃる通りですね、うん、まあ、これだから今度は情報のリテラシーの話になるんですけども、ね、集団自衛権の問題含めてどんどん進む中で沖縄で復帰良かったって言ってるじゃないかと、
うん、はい、うん、だけど平和な島が遠のくっていうのは、まあ、それは自衛権をね、それは行使したらそんな風になるわいなみたいな、なんかこう笑い話落ち話みたいなことにもなりかねない、うん、あ、そういうね、まあでももう一個新聞の見出し紹介すると、こう平和主義重大な岐路にというね、やっぱりそういうこう見出しもあって、まあ、沖縄タイムズのまあ立場としても、まあ一応そういう、こう、まあ現政権をまあある程度皮肉るような、そういう立場の新聞と見ていいんでしょうか、沖縄タイムズさんは。うん、まあ、あの、基本そういうスタンスですよ。皮肉ってるっていうよりも、なんかこういう、まあ、統計をまあ示しながら、この辺のこの 20% のこの温度差ってどう考えますかっていうふうなことを、まあ、問いかけている記事としても読めるんじゃないかと思うんですね。なるほどですね。あの、とてもいい記事のように、うん、あの、伺うだけだと、あの、またちょっと実際に見せていただくような機会がありがたいと思いますけれども、うん、ね、今日はですね、その他者理解というかですね、他者表彰のまあ限界みたいなものをまあ超えて具体的な話をしていこうという回になりそうなので、あの、とてもですね、なんかこう、あの、議論 の、 あの土台みたいなものをこう、うん、提供していただいたという感じでですね、あの、どうもありがとうございます。あ、はい、あの、初めての試み、あの、録音がどうなっているのかっていうのはちょっとまた、あの、わからないんですけれども、あの、はい、あの、何か、あの、じゃあちょっと締めの言葉を、あの、お願いできればと思うんですけども。そうですね、はい、もう一つ、多分気がついたことに言っておきたいことは、はい、今、ね、辺野古にもちろんそのいろんな面が集中していると思うんですけども、ちょっとそもそもって言葉は使いたくないんですが、辺野古の基地に、辺野古に基地が作られるようになった経緯っていうふうなことを考えると、もともとは普天間基地をどうするのかっていうの、うん、ね、前問題があるんですね、うん、で、その辺野古の運動をだけを見て、あの、民主主義だなとかっていうふうに、まあ、その国民国家のこう危機だっていうふうに言っている議論はことの半分であって、うん、もう一個は実は普天間の基地の周りの住民たちが長い間基地の被害とか生活圏を脅かされることの、うん、積み重ねでやってられないってことで危険だってことで、うん、沖縄県がまあその申請してだんだんプランニングされてきたことなので、それも含めての辺野古だっていうようなことはやっぱり考えておく必要があると思うんですね。なるほどですね。なので、まあ、今他者表彰の話で言うと、辺野古で今熱い火が燃えてて盛り上がってると、で、そっちの方に目はバーッと真っ直ぐ行くんだけども、でも問題になっているのは普天間の移転ですよと、うん、いうふうにやっぱり考える必要があるなとは、こっちに入って思いました。以上、佐藤です。すいません、はい、ありがとうございました。はい、一旦ここで切らせていただきます。また、あの、はい、詳細を、あの、あの、こちらに戻ってきてしていただければと思います。はい、どうもありがとうございます。はい、失礼します。うん、あの、非常に重い。そうですね、だから日本列島で、沖縄以外の人たちっていうのは多分、こう言ってしまうと怒られるかもしれないけど、7割から8割は沖縄のことを考えてないと、うん、で、それに対して沖縄の人たちっていうのが、あの、本土復帰 80% 以上ね、良かったっていうふうに感じていらっしゃるっていうのは、まあ、逆に言うと、あの、沖縄の人たちが見ている日本っていう枠組みと、あの、いわゆる沖縄以外のね、列島の中で暮らしている人たちの日本という枠組みは違うんだろうと思うんですよね。要するにその旧態依然とした枠組みっていうものが沖縄の人たちの目によって捉え返そうとしているのを、じゃあ僕らそれをどういうふうに受け止めていくのかなっていうことになるかなと思うので、非常に重たい、お話をいただいたと思います。そうですね、佐藤さんもやっぱり、沖縄からっていうとやっぱりこう本当熱の、まあ、電話越しだったんですけど熱のあるような、あの、話をしてくださいましたね。工藤さん何かありますか。うん、まあ、あの、今ね、北条さんが言ったことというのは本当に大事なことだと思うんですよね。で、あと、まあ、佐藤さん の、 その、まあ、新聞の記事のね 86% は良かったという、
でも一方で平和な島はって言ったら 60%、まあ、60% 以上 65% ぐらいには遠のいたって言ってる。この2つの数字がね並んでいることの意味、それやっぱりすごく重要な問題で考えなきゃいけないことだと思うんですよ。まああとはこれはあえて言うまでもないと思うんですが、じゃあ復帰してよかったっていうのも何と比べてよかったのかとかね、そういうことも当然あるわけで、だから沖縄復帰、まあ一応復帰っていう言葉は僕はあんま使いたくないけれど、本当に、まあ72年の5月の15日っていうことで、まあ、あの式典はそもそも復帰式典の時でも当時の、琉球政府ですね、主犯の屋良長兵衛さんっていう人は、まあ、はっきりと復帰とは言いながらも我々の望んでいた状態とは程遠いっていうことを最初の段階から述べてたりするわけで、でもそれでもまだいわゆるアメリカの、まあ、アメリカによる統治というものと、まあ、日本という国家の中に戻ることによって得られるであろう政治的あるいはさまざまな権利とかそういったものも含めてトータルに考えなきゃいけないと思うんですよ。にもかかわらず現実問題としては今の辺野古の問題を佐藤さんおっしゃってたけれども、前提としてはやっぱ普天間の問題があって、それを移転するっていうね、しかもそれはその基地周辺に本当に長い間住んでいて、具体的にまあ騒音なりあるいは墜落の危険なりとか実際そういうことも経験し続けている人たちがいるんだっていうことも前提に考えなきゃいけないはずなんですが、そういったトータルな視点っていうものがやっぱり多分、まあこういうこと言うと本当怒られるかもしれませんけれど、まあ一般的な日本列島の沖縄以外の地域で暮らしている人間たちにはあまり切実な問題としては刺さってきていないと、それがすごく問題だなという気はしますよね、うん、だから前回の話の中でも出てきましたけどね、うん、要するにその普天間の問題とその辺野古の問題と両方にノーっていうふうに言っていかなければいけないかと、うん、つまり、日本政府の立場としては普天間が危険なんだから辺野古へっていうふうに正当化の理由付けに関しようとするわけですから、それに対して両方ともダメなんだっていうことをね、うん、きちんと言っていたから、ね、そうなんですよね。だからそもそもその、まあ、基地っていうものが存在する、まあ、根本的な理由から考えなきゃいけないし、でそれはやっぱり日米の関係っていうのは当然ね、うん、そのあるんだけれども、そこからやっぱりいかないと、だ二者択一的にじゃあ辺野古が嫌だったら普天間そのままほっといていいんですかっていう議論に絡め取られてしまいかねないっていうね、そこら辺はすごく注意すべき点だと思うんですよ、うん、だいわゆる復帰っていうものをして良かった日本というのはどういう日本なのかっていうふうにね、そうなんです、沖縄の人たちが考えているのかということですよね、だから日本というようなあの枠組みで曖昧な枠組みでねごまかされてしまうようなことではなくて、うん、どういう日本が復帰して良かった日本と言えるんだろうかっていうことをね、うん、ちゃんと考えていかなきゃいけないということでしょうね。でまあ佐藤さんが今沖縄にいらっしゃるけど東北に行ったり、うん、その福島にその繰り返し繰り返しFacebook の方では彼がね、いろんな記事を東から南から西からと上げてくださってますけど、うん、その両方からその東京にあるものってどす暗いものが、ね、うん、相対化していこうという作業をしてますね、してくださってますね、でまたまあこういう言い方はよろしくないのかもしれないんですが、まあ、東北の場合だとまあ震災とその後のやっぱり今の原発事故っていうものによって今まで一見してこう見えなかったかのようにされているものが本当に白日のもとにね実はさらされてきてるっていうのを、まあ、改めて佐藤さんなんかの、まあ、報告というか、活動っていうものによってよりねもうこういう状態なんだよと、でそれは実は震災以前から構造としてはあったんだっていうね、そういうことがあからさまな形として、見えてくるような、でそれをじゃあ我々はどのようにね、そういった状況の中で改めて、対していくのかっていう事故の、まあ、思考なりそして実際の実践なり、そういったことをやっぱり突きつけられてるんだなっていうふうに思うんですよね。だから本当は安直なことは言えないんだけれども、まあちょっと個人的なこと言わせてもらえれば、まあ、前にもちょっと言いましたけど、まあ、僕の実家っていうのはもっと茨城県と福島県の県境に近いところにあるもんですから、やっぱりそのいろいろと、まあ、この間の連休でもちょっと帰省をいたしましたが、やっぱり、その地域の、ね、人たちとちょっと会ったり話をしたりする程度でも、まあ、やっぱり、考えざるを得ないことが多くて、改めてね、どうしようということをですね、
今模索しなきゃと、模索するだけじゃダメなんだけれども、でもやっぱりしなきゃということですよね、うん、あんまりこう言葉にできない部分もあるんですが、ちょっと、なんかその今言葉にできないとおっしゃったのから、うん、なんか今日のテーマに戻せそうな気がしたんですけども、つまりなんていうかこうアンサーできないものを抱え続けるっていうようなことが、うん、なんとなくこうそれすごく辛いことっていうか、何らかのアンサーを得たいんだけれども、あのこうなんていうかこうそこにこう言葉を与えて答えを与えてしまうと、まあ、それこそそのこう先ほどの北条さんのナラティブではないですけども自己正当化っていうことをして安心してとりあえず、蓋を閉めておしまいという形になるんですけど、うん、とりあえずその宙吊り状態みたいなものに耐えるそうです、ね、っていうこともまあすごく、うん、大事ですよね。考え続けることが非常に大切ですよね、そう、その了解に達せないというか、その発せない状態を耐えるというか、その状態を共有し続けるみたいな、ね、ことが、うん、だ身も蓋もない言い方をしてしまうと、うん、要するに了解に達しちゃいけないわけでしょ、ええ、そうなんですよ達せないわけですよ、達せないんで、うん、そうなんですよ、だから達せたと思うとそれは思い込みに過ぎないわけ、思い込みですし、暴力的であったり、うん、権力的なものが発動してたりするわけで、ええ、だから妥協するっていうことは状況状況において大事だと思うし、ええ、妥協点を探していくっていうことは大事だと思うけれども、それが本当の意味において了解なのだって、うん、納得なのだっていうふうに思ってしまうのが多分いけない、いけないですね、危険なんだろうと思うんですよね、お互いにとってね。だ常にやっぱりその過渡的な状況の中でそれにあの耐えうるというか、耐え続けるというか、あの前にデリダの話をした時にもちょっと出たんですけれども、まあある意味定式化ってものをしてしまわない、常に運動体であり続けていくっていうようなことともおそらくこれはつながっている問題だと思うんですけど、そうですね、ということでこの間堀さんが参加した某シンポジウムで何らかの話を気になって堀さんがそういう思いを抱かれたような話をフェイスブックで拝見しましたが、ちょっと今の話につなげる形になるんですけれども、あの、まあ、その某シンポジウムに参加してすごい感じたのが、まあ、沖縄にしても東北にしてもそうだと思うんですけど、今こういう状況がある、でその状況に対してそこで住んでいる人たちの心情を考えると、言える言葉言えない言葉っていうのが明確にある。例えば全く知らない相手であれば自分の理想論として言える言葉でも、当事者を目の前にした時に同じ言葉が言えるのかっていうジレンマは、うん、今多分日本の至る所に溢れていると思うんです、うん、そうですね。でそのシンポジウムですごい感じたのは、その少なくともその場にいる以上はそういう当事者が相手でもちゃん と当事者が相手でも言える言葉を模索していかなきゃいけないっていうすごい意思は感じまして、それはあのものすごく納得がいったし、改めてその自分がどこまで言えるのかっていうのも含めて考えさせられるシンポジウムだったんですけれども、ただちょっと1点だけあのどうしても個人的にこう納得ができなかった言葉がありまして、まあそのシンポジウムのテーマが動物を扱った小説作品についての話だったんですけれども、その作品についての話の流れで、そのなぜ動物を描くかっていう理由の一つとして、その人間の側から見て動物っていうのはこうパーツが足りないじゃないですかっていう発言が出まして、やっぱり、うん、そうだよな、今回のこのシンポジウムでいろいろ考えさせられたな、させられたなって思った終盤だったので、ちょっとそこであの僕自身もこうおよりどうなんだそれはっていう思いを抱いてしまったことがあって、でその発言を聞いた時に、そういう人間と動物の関係っていう、その人間の一方的な眼差しのもとに置かれる動物っていう文学作品ではないものとして、その時パッと浮かんだのがあのジャンロンという中国の作家の神なる狼という作品でして、うん、でまあ、この作品日本語に翻訳されて上下2巻で、まあ、分量も結構あるのでなかなか読むのは骨が折れる作品なんですけれども、まあ、一番大きい魅力として登場してくる狼動物と人間っていうのはどっちが飼う飼われるとかいう関係ではなくて、
少なくとも、人間の側がその狼から何かを学ぼうとする、その狼の姿、狼の生活の中に人間の側が得る知識がある存在として狼を見ているっていう視点がやっぱり一番の魅力で、その一方的に調教するだとか、その犬なり狼っていうその動物たちを人間がいかに使うかっていう話ではなくて、でもう一歩言えば、もう一つ言えば、日本の文学の犬や狼を扱ったもの、あとは例えばですけどグリム童話のようなその動画に出てくる狼っていうのは、どこかこうずる賢い存在だったり、そういうマイナスイメージで見られていたり、あとはその人間の中にあるこう暴力性というか、例えばこれ小説としては僕すごい好きなんですけど、中勘助の犬っていう作品があって、これは仏教徒がどうしてもその女の女性を好きになってしまって、その人と添い遂げたいがために自ら犬に変身をしてそういう行為を行うっていう話で、設定として、話として、小説としてはすごく面白くて僕は好きなんですけど、やっぱりその今僕が発言した観点からすれば、あくまでこの時の犬っていうのは一つの例えというか観念的なものでしかなくって、自分、人間が自分たちのその野生的なものというか動物的な感覚を、を表現するときに使われがちな動物として犬なり狼っていうのがあるのかなというのは思いますね。そう考えるとやっぱりジャンルの神なる狼って、狼を扱った小説作品の中でも結構得意なものなんじゃないかなっていうのはすごい思います、いいんですか、司会を差し置いて話をすると今日は一応狼っていうものをノンヒューマンの象徴の一つとして捉えて議論がねうまく今つながってきたところだと思うんですけど、まあ、僕もその神など狼の問題は非常に重要で、一つのね、狼表象の画期だなと思うんですけども、文学っていうことで考えていくのは、まず最初は多分シートンのね、狼男なんですよね。だからキリスト教のヨーロッパ的な文化圏の中で、やはり狼っていうものが一緒悪魔の象徴みたいにしてずっと扱われてきた、でそれに対してやっぱり狼の主体っていうものを初めて意識して、狼の側から見ている世界って一体何なんだ、狼の側が見ている人間って一体何なんだって問おうとしたのが、多分ね、シートンの狼王ロボだったんだろうと思うんですよね。であれも直接シートンが狼と接する中で作り上げてきた視点なので、要するにオリエンタリズム的なところで言うと、その二重表象っていうものが出て、要するに生の顔と顔との関係の中で、初めてね、なんでしょうね、伝統的なその表象の縛りみたいなものっていうのを相対化して、ある意味では破壊して新しいものを作り出し得たんだろうと思うんですけどね。だそういうものが時折ね、画期として現れてくるんだけども、どうしても何でしょうね、人間って多分歴史の中ではね、狼にいろいろ託して語りたいんだけどね、プラスの方でも語るし、マイナスの方でも語るしね、だから常になんか人間主体の、ネガであったりとか、そういった方、ネガだけではないですけども、ポジティブな部分もあるんだけれども、そういうなんか託し方っていうのは、狼に限らず、いわゆる表彰化っていう作業の中であることですけれども、ただ狼の主体というか動物の側の主体っていうものをどのように語りうるのかっていうのはね、当然難しい問題ですけれども、今お嬢さん言ったみたいに、そのシートンの狼王ロボっていうのはやっぱりすごくそういう意味では画期的な部分だったと思うんですよ。でもそれはやっぱり実践というか現場のね、シートンさんの現場の問題っていうのが背景にはあるだろうし、今思い出したのが、小学校の時にあれ映画で狼王ロボの映画をなんか上映会で見たんですよね。小説っていうか本でも読んでたんだけれども、あれ確かね、小学校なんですけども、狼王ロボっていうまさに映画があって、実写ですよ、アニメじゃなくて実写をね、小学校の映画界でやったの、今思い出した。でその時にあれ多分確か結末はちょっと原作と少し違ったというか、原作の最後につながれて死んでいってしまうのが原作ですよね。とは違って、捕らえられたんだけど、逃げるっていうか、そこから脱出していくようなシーン、それで終わったのかどうかすらちょっと今うろ覚えなんだけど、あって子供心になんかものすごいこう興奮をした記憶があってね。
あんまりいいつながりじゃないかもしれませんけども、なんかその人間を相対化するというよりも狼の側からの視点で撮ってるっていうシーンがすごくね、今強烈に僕の中では覚えてるんですよ。そうですね、なんか狼、まあ狼の話をだんだんとしていかなきゃいけないと思うんですけど、今の話でちょっと思い出して脱線してしまうと思ったのは前に話したかもしれないけど、その北狐物語っていうのがね、いわゆる狐小、表彰っていうものをガラッと変えた画期だったわけですよね。ずっとその狐っていうのはやっぱりずる賢かったり、いわゆる童話的なものの中ではずる賢い印象のものとして語られるんだけれども、初めてあそこでね、まあ、ちょっとそのヒロイズムに偏ったところはあって、まあ、撮ってるのは倉原小吉だったから、ね、ギターを抱いた渡り鳥みたいになってるんだけど、でもやっぱり当時騒がれたのはディズニーにも果たし得なかったことを倉原小吉は実現したの、つまり動物に演技をさせるんじゃなくって、ただ動物を追っかけてるところで物語を、ね、そうですね、作り出したんだって言い方をされたんですよね。オホーツク その流氷の向こう側からやってくる来訪神としての ね、あるいはギターを抱いて渡り鳥としての、フレップさんというですね、キタキツネさんがですね、そうです、はい、オホーツクの大地で、恋人と出会って子供を産んで、その生き残った子供に土地を託してまた向こうへ去っていくっていうね、話になっている、まさに渡り鳥シリーズ、で一つの1年のね、そうですね、サイクルの中でそれを追っかけていくっていう話、基本そのドキュメンタリーという手法を使ったわけで、もちろんそれは、人間の目から見た切り取りではあるんだけれど、ですけどね、でやっぱりずる賢い狐表彰っていうのは完全にあれでね、そうですね、覆されたっていう感じはありますよね、なんかその動物表彰、今回まあ狼に特化しようと思いながらも、その自分の本棚見て狼っぽいのないかなって見てたんですけど、本題とはちょっと外れますけど、その動物のイメージによって多分書き分けられてるはずなので、なんでじゃあこの作品狼だったんだろう、なんで狼じゃなくて犬にしたんだろうみたいな、なんかこう動物くくりで文学見てたら面白いなっていうのは、なんかこう予感としてすごい感じました、だからね、ある意味ではその観点からすると動物の主体にと、立ってですね、その物語を作っていくっていうのは脱神話なんですよ、つまり動物っていうものをその神話層として物語を作っていくっていうのは非常にレベル層的なね野生のね、問題であるわけじゃないですか。でそれ要するに人間の目線でもってその何ていうかな、その自然環境なり生態系的なものを捉えて、でそこに何らかの意味を付与して、でそれで二項体図を中心にして何か物語を作っていくって、まさに神話の作り方なんだけれども、要するにそういった自分の目線、要するに人間が主体になって動物を捉えるっていうところから完全に外れて、動物の主体っていうものを構築しようとして物語を作っていくっていうのは神話から、ね、離脱していくっていう作業になるんだと思うんですよね。その意味での重要性っていうものもね、多分ありますよね。ただ立ちが悪いのは、その脱神話化の結果生まれたものがまた神話化されてしまうということがあるので、そうですね、それはやっぱりこれはまあ宿命という言葉を使われたくはないんですが、やっぱりそこをもまた取り込んでいってしまわれたらね、問題が出てきますよね。結局そのこれまでの他者表彰の話と同じようなことにもなっちゃうんですけど、自分がその動物の主体に立ってっていうことを考えていても、そこに何らかの形で、何か託してしまうっていうことがあるわけで、ありますよね、それいかに相対化できるかっていうことだと思うんですよね。結局狼に関しては非常にさっきの離れ狼とか一匹狼とかっていうことに関しては非常に人間のロマンチシズムみたいなものが託されていく、群れの狼っていうものに対してもその逆の表彰が託されていったりして、それがその群れの狼っていうのは恐怖の対象になっていく、それが離れ狼みたいなものがそれと抗うような存在になっていく、右の方も託しやすいし左の方も託しやすかったりね、いろいろすると思うんですけれども、結局そういうような託し方全てを破壊するようなね、それに対してこうするような形での狼の主体っていうのがあり得るはずなんだろうと思うんですよね。だから実際その物語を
の中で語るだけではなくって、その人間っていうのはその実際の狼自体を自分の思うように利用しようとするじゃないですか。そうなんですよ、ね、でこれまでのその狼に対する撲滅の歴史っていうものがあるわけで、あの自分たちにとってそのより良い環境、過ごしやすい環境を作っていくために、まあ、主に牧畜社会で始まったことですけれども、まあ、それを日本の方も様々に取り入れて、日本列島の中から日本狼なくしてしまったわけだし、北海道においてもそのエゾオオカミを絶滅させてしまったわけですよね。でしかし一方でそれに対して生態系が、例えば猿があの増えました、鹿が増えました、それによって農害が大きくなりましたよっていう風になると、オオカミを再導入して生態系のバランスを保とうというような本当にバカなね、はいはい、あのことをね考えようとする、要するにもう本当に自分のね、まあ、あの好き勝手でもって都合ですよ、そういうものをね、うん、利用しようとする、物語だけじゃなくて実態をそういうふうに扱ってきたっていうのが狼のね、そうですね、狼と人間との関係、その動物の中でも特に狼っていうものにすごく何でしょうね、強烈にそういったものが出てますよね、うん、まああの「もののけ姫」のね、モロのセリフではないけど、いかにも人間らしい手前勝手な理屈だなっていうね、で実際今本当に行政レベルで本気になって狼の導入とかって考えてるバカなところがあるでしょ、僕も言っちゃいますけれど、もう根元袋もいい加減にしやがれって本当に、うん、確かにあのヨーロッパの歴史から見ると、あのこれまで狼が集団で家畜を襲ったとか人間を襲ったとかっていうのは、うん、あのキリスト教バイアスがかかった、あの誤情報がいろいろ混じっていることは確かだし、はい、あの日本の中ではあの狂犬病なんかが広がったり、うん、あるいは開発が進んだりすることによって狼と人間との間の葛藤が盛んになってきて、主に江戸時代その元禄年間前後あたりから、うん、狼が人間をね、襲うようになってくるっていう、はい、話が出てますけど、あれもかなり山犬やなんかもたくさん入ってるんで、オオカミのね、はい、行為がどれくらいあるかっていうのは分からないので、はい、あの生態学者とか動物学者からするとそんなにオオカミっていうのは自然状態であれば人間を襲わないっていうような意見もあるので、うんうん、そうですね、本当のところどうなのかって分かりませんけど、でもやっぱりそういう全てひっくるめてね、はい、人間の目論みみたいなものっていうのを破壊するのが自然のあり方だから、はい、うん、導入どうぞどうぞ導入していただいて、あの自分たちが食べられるような状況で、うん、言い方するとあれだけど、なんか思い知っていただきたいっていう気はあるんですよね、うん、はい、すいません、私もそろそろ出なければいけないんですけ ど、 あの今のその北条さん工藤さんはじめ話を聞いていると、その、まあ、特に狼今回のテーマに対する人間側からの暴力的な解釈、うん、あとその権力関係っていうのが今すごく話されてたと思うんですね。でもうそろそろ私退出してしまうので、あの一つ皆様にあの質問したいなということがありまして、その、 あの権力関係として、その今人間と動物の関係っていうところをあの熱く語ってくださったと思うんですけど、あの今回題材になってる、ジャンロの神なる狼だったり、あとジャック・ロンドンの白い牙ですね、そういうふうにあの狼側の視点からあの新しく人間との関係を見つめ直した作品から一体どういうことが読み取れるのか、でそこにもまた権力関係っていうのが生じているのか、で生じているとしたらどういう権力関係 でそれをあの工藤さん、山本さん、北条さん、堀さんはどのように解釈して還元してくださるのか、そこをちょっと聞いてみたいなと思います。なんか小出沢先生が宿題を、ね、出して行かれるようですね。そうですね、なので、うん、楽しみにしています。あ、もう本当にリミットなので、はい、質問を投げ上げて私は帰りますと、はい、あとはあの私の質問に君たちみんなあの良きように答えとけと、はい、いうことですね。答えは本放送で本放送 で楽しみにしています。ね、ということで司会は山本さん、よろしくお願いいたします。はい、はい、了解です、はい、すげえな、やんごとねえな。はい、というわけで小出沢さんがですね、あの我々に宿題をあの残してあの置いてあのくれました。まああの
改めて言いますと、まあ、人間と、まあ、動物の、まあ、固定化された権力関係、まあ、特にこの動物っていうのが、まあ、先ほど北条さんもあの動物の中でも、まあ、とりわけ狼視点であるっていうのは、まあ、特殊性があるというようなあの話もありましたけれども、まあ、人間と狼の、 あの関係というものがですね、あの、まあ、様々な作品によっていかにこう、まあ、相対化されているとかですね、その固定化された階層に対していかにこう抵抗され、あの、こうされているのか、見る主体、あるいは見られる客体、まあ、こういう関係をどのように乗り越えているのであろうかというのを具体的な作品にあの照らし合わせながら、ちょっと議論していきたいというところだと思います。どなたか、具体的な作品に即して何かコメントがある方、お願い、皮切りにお願いしたいんですが。はい、じゃあ、まあ、僕自身すごい好きな作品なので簡単に作品の紹介と、簡単なあらすじをお話しできればと思うんですけれども、ちょっとあの、個人的な話になっちゃうんですが、僕自身、本を読むとき、本を手に取るときの基準として一つの本に3回出会ったら読むようにしてるんですね。でどういうところで、3回関心を持ったら絶対読むって自分にこう縛りをかけてるんですけど、最初初めて出会った時はこの神なる狼っていうのはブッカーマンアジア賞っていうアジアの文学賞を受賞していて、でその賞の違う作品を読んだ時にすごい面白かったから、じゃあ他にどんな作品が出てるんだろうっていう時に見たのが多分最初の出会いで、でまあでもその頃品切れだったので、まあいつか読めばいいやぐらいだったんですけど、その後よっちゃ階段の北条さんに実はこういうのあるんだっていうのを連載を見せていただいた時に書いてるじゃんと、でそこが2回目 で3回目が去年ですね、刊行した山本さんにも協力していただいた文学から環境を考えるっていう本の中でも、やっぱりその中国の、今のアメリカの、環境文学の研究者たちが中国を代表する環境文学としてジャンルの神なる狼っていうのをやっぱり名前を挙げていて、もうこれは読むしかないと3回目が生きちゃったので、はい、でまあまあ手に取ったっていう経緯があるんですけれども、まずあらすじとしては、中国の知識人青年が、文化大革命の頃に内モンゴルの方に下放をされて、でそこで生活をすることになるっていうのがまず始まりで、で内モンゴルに行った時にその内モンゴルで生活する人たちが、ある種神聖なるものとして敬う存在として、である種、まあ、自分たちの家畜なりに攻撃を仕掛けてくる存在なので、ある種敵として、その猟奇的なものとして狼と接しているっていう環境に主人公が置かれます。でその中でその場で生活をすることで狼に関する知識っていうのを主人公の男の子、まあ、青年が、得ていくことで、まあ、どんどん狼に興味を持っていくという話なんですけれども、その中でこの主人公の青年がその狼にまあどんどん魅力を感じていく。で基本的に神聖なるものなので、まあ、飼うなんてことはもってのほかっていう環境なんだけれども、うん、もうどうしても我慢できない、とにかく近くで観察したい、近くで触れ合いたいっていうことで、ちょっと、その共同体のタブーを犯しつつも、まあ、なんとか説得して身近で、まあ、飼うというか共に生活をするようになる、うん、でその中で、狼とはどういう存在なのか、もしくはこうどういう、思考原理っていうとちょっと語弊がありますけれども、どういう感覚で生きている存在なのかっていうのを直接目に触れていく。でそこで、まあ、そこから先はちょっと僕は作品としてどうなんだって思ってしまうところではあるんですけれども、そういう経験をする中で今の人間が、もっと言えばその当時の中国っていう国自体が失ってしまったものを狼の中に見出すっていうのが、まあ最後の方に出てくるんですけれども、やっぱりその最後の結論だったり、そのジャノンさん本人の思想的なところはともかくとして、やっぱりこの話の一番の魅力は人間と狼っていう存在が共に一つの空間というか、まあ共同体の中で生活をしてみる、でそこで当然自分たちの思い通りにならない狼っていうものも何度もこう目にしてしまう、それでも接していくことで
狼という存在が必ずしも、まあさっきの僕の怒りの話じゃないですけど、人間の下にいる存在っていうものではなくって、やっぱりその狼っていう狼の生き方の中に人間自身が自分たちの生活でもっと良くするために得るものがあるというか、なんていうんですかね、まあ、その人間の生活自体をこう対象化するというか相対化する視点っていうのを得ていくっていうのが、この作品のまあ大きな流れで、その僕が感じる魅力ですよね。で、はい、僕が読んだきっかけになった北条さんからもこの作品の魅力をお伺いしたいなと。そうですね、うん、書かれてますよね、北条さん。ああ、記事を書かれていますが、もう何を書いたかちゃんと覚えてないけど今のね、その堀さんの話っていうのは主に下巻の部分が中心になってくるかなと思うんですけど、僕は要は環境史の研究者としては上巻がものすごく面白いんですよね。で、結局この主人公になっているチェンジェンという主人公は、まあ、花王政策でモンゴル来るんですけど、結局漢民族中心主義みたいなものを最初刷り込まれている、うんうんうん、でもそのモンゴルの人たちの中に入っていって、漢民族が野蛮だっていうふうに蔑んでいるモンゴルの社会とか文化に触れて、うん、そうじゃないっていうことをだんだんと気づき始めるっていうところがまず大事なところで、いわゆるダンスウィズウルブス的な、ね、枠組みがその中にあるんですよね。で、そこでモンゴルの人たちにだんだん感情移入していく中で、彼らが敬っている存在としてオオカミっていうのがピックアップされてくるんですよね。で、そのオオカミっていう存在は、まあ、彼らは、まあ、さっき堀さんの話に出てきましたけれども、ある意味ではモンゴル高原の中で競合関係にあって、モンゴル高原のその生態系の中でオオカミと人間がトップに立ってずっと何千年と争っている。で、その頂点に立って、ピラミッドの頂点に立ってきたのがオオカミとそのモンゴルの人たちで、でその中でさまざまな思想とか文化とか歴史が紡がれてきているっていうことを目にして、で結局それがいわゆるモンゴル帝国を生み出していくことにもなるので、農耕民族としての漢民族が培ってきたものっていうのはすでにもうモンゴルの人たちが発見していたんだっていうことで、どんどん漢民族文化を相対化していくって話になってるんですよね。で、その相対化の仕方っていうのが単なる文献の中だけではなくて、自然環境の中で人間の文化を相対化していくっていう流れで進んでいくので、要するに環境との関わりっていうのが人間の見方を変えるっていう意味では非常にその環境史的な、ね、視野をものすごく持って、その部分がものすごく面白いんですよね。で、自分自身 の、 立ち位置みたいなものをモンゴルの人たちと出会う、モンゴルの自然と出会う、オオカミと出会うことによって変えていくって話になっているので、ですからポストモダン民族史としてものすごく面白い、半ばフィクションだとしてもポストモダンの民族史としてすごく面白い。で、この人のジャンロンというのは明らかにペンネームなんですけれども、ジャンっていうのは遊牧民族のね、こと、姓を表していて、京という字ですね。で、ロンっていうのはいわゆる聖獣で、漢民族にとって西の野蛮な人たちのことを聖獣っていうわけですけど、その京という字と獣という字を使ってジャンロンなんですよね。ですから明らかに私は漢民族が野蛮だと思っている遊牧民族ですよっていうような偶意がありますよね。偶意を作ってペンネームにしている、この人は人類学者なんですけどね。で、そういうものをペンネームにしながらこれを書いている、漢民族批判としての、ポストモダン民族史を書いているっていうところはまたね、ものすごく面白いところだと思うんですよね。ですからそういう意味でそういった文化とか歴史とかっていうもの全体を相対化していくものっていうのは今までの狼文学に多分なかったんだと思うんですよね。ジャック・ロンドンもいろいろその鮮烈なんですけれども、これほどスケールはでかくなかった、でその意味で神なる狼、まあ現代は狼トーテムなんですけども、これは非常に僕にとっては大事な作品ですね。まあ、やはりそれ以前っていうのが例えばヨーロッパのキリスト教以降の狼の表象であったりとかっていうのはやっぱり非常にその人間の側からですね、一方的に与えられるもので展開していくじゃないですか。だからそうじゃなくて、さっきお嬢さんちょっと言った
実はモンゴル高原においては人と狼っていうのが競合し続けて歴史を紡いできたっていうところが設定としてものすごく重要で、どちらかがどちらかを一方的に、これさっきのコレサーさんの質問でもあるんだけれども、位置づけることによる権力関係の発生みたいなものが前提にされていないっていうね。だから狩猟経験っていうね、うん、問題から上がってくる一つの並列なものとして、向き合っている生き物と生き物っていうのが出てくる視点なんですよね。だからそれが非常に重要で、あのこの狼もあの家畜を襲ってくる存在であるっていうことと同時に、もう一つ前の時代からのつながりから言うと、同じ食べ物を争っている人間と狼っていう関係があって、でその中で衝突するいろんな圧力があって、でそこでいろんなものをあの相手に勝つために知識として生み出していくんですよね。このジャンドンの書き方が面白いのは、その孫子の兵法やなんかに出てくるいろんな戦術っていうのがもう狼とそのモンゴルとの間で試されているっていう話が出てくる。そういう相対化の仕方していくのもすごく面白いんです、ね、やっぱ中国の漢民族文明自体はそういうところから強烈に相対化していくっていう、であとやっぱりそうですね、その主人公の体験っていうのがやっぱりそのまだ環境文学であるっていうのも、まあ、やっぱりこのね前からの懸案の一つのこのガダリの3つのエコロジーなんだけれども、結局だからエコロジーって言った時に対環境対自然だけじゃなくて人間の内的な部分であるとか社会関係とかそういったものをも含み込んだトータルなそのエコロジーなしくエコゾフィーっていうまあ思想で語られるけども、そことも接点持ちうるような設定ですよね、これは。そうだと思います。だやっぱり圧倒的な人間が圧倒的な力を持ってしまって見下している状態から走っていくあの思想なり文学なりっていうのは非常にやっぱりいびつなもので、うん、で同じやっぱり視点に立つ、まあ、もしくは向こうの方が多分何も道具がない裸の状態で追い出された狼の方が圧倒的に強いので、要するに自分が狩られる食べられるっていう恐怖感とか緊張感とか ね、うん、そうですね、そういうものの中で生まれてくるものって非常に大事なんだろうと思うんですよね。あの最近で言うと菅原あの正隆さんだっけ、あの人類学の人が、テーマになっている論文はちょっと前のものでしたけれども、今年からでは去年にあの狩る狩られる経験のね、人類学っていう本をお出しになって、あそこでも面白かった。あれはアフリカの、ピグミアなんかの、その民族の、その狩猟経験っていうところから、要するにもう、なんでしょうね、いわゆるその、いわゆる文明化してしまったヨーロッパとか、あのその他の人々が完全に失ってしまった自然との交流のあり方っていうものを、そういった自分がいつ狩られる側になるかもしれない、自分が食べられるかもしれないっていう、あの恐怖感とか緊張感の中での自然との付き合い方っていうものを見つめ直そうとした論集ですけどね。あの今アフリカで水曜どうでしょうね、アフリカと思い出す今止まっていきずるところでねすぐそばをすぐそばをっていう、そうあのっていう全く得体が知れないけど巨大な動物がボキ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 枝を踏みでボッて、そうです、ね、であの中であのどうでしょう一行がテントの中で夜恐怖に打ち震えるっていうね、いやでもあの感覚をやっぱり我々は失ってるわけですよ、ね、ほとんどの場合、うん、だから宮沢賢治みたいなものがやっぱり新しいっていうのは常にそういう視点を童話の中に込めていた、あの注文の多い料理店もそうだし、なめとこ山の熊とかっていうのも全部そうですからね。でなめとこ山の熊にせよ注文の多い料理店、いや決して人間が特権化されないっていうね、はい、だ同じ地平の中であの今度食べられるのは僕かもしれないっていう意識を常に持っているっていうところが大事で、ある意味ではその前回の話にも連続しますけれども、例えばグレーバーみたいなものがその権力に結びつけていくものだっていうふうに語った不再感っていうものを解消するっていうのは、あの僕が食べられる状況になったら食べてもいいですよっていうのが多分ね、自然環境に対する不再感を解消する唯一のね心的態度なんだろうと思うんですよね。なかなか持てないですけど、そういう覚悟はできないけれども、でもやっぱり突き詰めてというか、そのフェアなという言葉があの適当かどうか分かりませんけれども、やっぱり圧倒的にアンフェアな状態っていうものの中で我々はものを語っていたり見たりしていて、まあ偉そうに言ってる自分もそういう構造の中にいるんだっていうことは自覚はしてますけれども、
でもあえてフェアなということを言うんであれば、まあ、時と場合によっては僕も食べられるよという、まあ、スタンスというか態度心構えというかそういったことがやっぱり必要というか ね必要というか、まあ、そういうことなんだろうなと、それができるかどうかって言ったらまた別な問題なんですけれども、うん、今やっぱり環境哲学とか環境倫理とかあるいは環境文学とか環境史とかそういうところに関わっている人たちの大部分は、うん、そういう感覚っていうものの大切さは分かっていらっしゃると思うんだけれども、うん、あのその意味で冒頭で堀さんがね、うん、言われたそのシンポジウムで、某作家さんがそういう発言をした時にそれを取り巻いている研究者たちっていうのは一体どういう雰囲気だったのかっていうのはちょっと聞いてみたい、ちょっと聞いてみたい、意地悪かもしれませんけどね、それはあの明らかにしらっとした雰囲気が漂ったのかだからそこでちょっと問題視したいけれども招いているからできないなっていう雰囲気だったのか、大人の対応したのか、うん、あるいはまあさらっと流してしまったのか、そうだねっていうような雰囲気があったのか、少なくとも、ね、そうだねっていう雰囲気はなかったと思うんです。それは救いではありません。前提としてそのやっぱり来ている作家さんに対して、うん、なんていうんですかね、嫌な思いをさせてはいけない、否定はしないっていうような、ね、うんうん、雰囲気はありましたね、うんうん、それは難しいですね。だからこそその最初に言ったその、うん、言える言葉だけを言えっていう場が設定された時にどこまで言えるのかっていうのを僕もこう自分をちょっと度外視して見ていたところがあるので、そこで発言が出なかったっていうのと、まあ、加えて言えば僕がその場で発言できなかったっていうのも、うん、こうずっと嫌な感じとして残ってるので、そうですね、いや僕はホスト側じゃないからここで言いますけど、はい、大事なのは作家なのか動物なのかってことですよねでも実際にやっぱりね自分がホストとして招いた時にそれはなかなかね、分かんないですよね、あのちゃんと信頼関係がねあれば気づいていたら、はい、ちょっと今の方はまずいんじゃないっていうことはできるかもしれないけど、あんまりね親しくなかったら少し難しいかもしれませんね、うん、そうですね。でも問いを投げかけることは、うん、あの私その場にいなかったので別に責任を逃れるという意味ではないですけど、問いを投げかけてあのもしいたら投げかけられるような、うん、あの立場ではいたいなと思いますね。あの批判は多分僕もできないと思います、はい、とりあえず批判にならない表現問いですよね、問いかけですよね、問いかけをしてあの佐藤さんのコールアンドレスポンスなんだけれど、コールはするって相手に対して、答えは別に求めないし訂正を求めないけれども、問いだけは、そうですね、疑問を感じてる、違和感を感じてるってことだけは表明やっぱり、自分自戒を込めて、なんか最後にありませんかって言われた時にパッと手を挙げて、あの答えてくださらなくてもいいんですけどこういうふうに思いましたって最後爆弾を落とすとかねそれは問いじゃないだろうそれはとどめというやつであってでもそうですね、まあそうですよね、でもやっぱりその、まあ、さっきのね僕の言ったことにもちょっとつながっちゃうけども、なかなか言葉にできないっていうこともあるよ。でもその中でギリギリどこまでできるのか探り続けるっていうね、うん、ことはやっぱりやる必要があるわけで。そうですね。でまた堀さんはその、まあ、編集そのね、うん、ま、立場もあると思いますけれども、うん、あの研究者は、うん、あの何もそこで発言しないっていうのはある程度認めたってことになると思います、うん、そこにいた人にはある程度責任はあるかと思いますね、うん、なのであのあここで何も言わなかった、私はここを何も言わなかった、うん、で、うん、あとで何か言うっていうのは多分研究者としては僕はしないしません、うん、その場で言わないから、うん、でその場で言えなかったら自分の無力さを責めるしかないと思うんですよね、うん、あの何か違和感あったら違和感がありますと、うん、でも残しとかないと、うんうんうん、あの別に議事録取られてるわけではないけれども何も質問がなかったら、まあ、それはある意味承認したってことになっちゃうんですからね、承認したってことはやっぱりある程度、うん、それはいわゆるそのシンポジウムって場においてはね、うん、そうですね、だからここに動物がいたらどうすんだっていうことですよね、うん、動物に恥ずかしくないかっていうこういう形で考えなければいけないっていうことですよね、うん、ただ問題はそのここに動物がいたらどうすんだっていう感覚がねどれだけ共有できるかってことがまたそこでは問題でしょうけどね、うん、そう、あの雷狼の、 あの情と下の話をちょっと僕ちょっと不勉強でちょっと読んでないので、あのちょっと誤解してたらあれなんですけど、あの読んでないところ画伝因数比になるかもしれないんですけど、今あの隣接性っていう言葉をキーワードにちょっと、うん、あの
まあ、そのソロの作品を考えてるんですけど、その隣接性って何かっていうと、多分2つの意味があって、その動物なり他者なりにの隣に寄り添うという意味の隣接、隣人としてっていう意味の隣接なんです。で、そういう意味では堀さん あのご紹介していただいた下の部分ですね、その飼うのではなくて、つまり他者を取り込むということではなくて、共に生活するということで、なんとか狼を知ろうとするっていうのが一つの隣接性です。で、もう一つは、この隣接性のもう一つは、あの、自分に対しての隣接性っていう言い方は、これはあのスタンレー・カベルっていう哲学者によるウォールデン論の中の言葉なんですけど、隣接性とか、そこが北条さんの言う情にあのちょっと対応するかなと思って、つまりあの自分自身でも自分の中にも他者性を持たなきゃいけないし、自分の中にもストレンジャー、異人を持たなきゃいけないっていうふうにあのカベルが言っていて、北条さんの説明で言うと、その漢民族中心主義を相対化していくっていう、つまり自分自己を変容させていく、代替によってですね。だからそのこの隣接性っていうのをずっと考えていて、頭の中がちょっと今のお話聞いてすごく整理されて、あ、これはやっぱり ある程度ウォールデン論ではなくだけのではなくて、こういろいろ使える概念だなって今ちょっと思いながら、隣接性っていうのをあの当てはめてちょっと理解して、いました。なかなか面白い。もう少し単純にその隣接性っていうのをなんかこう感覚的に僕なりに置き換えると、多分飼って食べる食べられるっていう関係だった人間と動物の距離があまりにも離れすぎてしまって、人間側は食べられる心配がなく生活できるようになっちゃった、そこでも隣接しなくなってる、だけど野生が恋しいからペットを飼うっていう、やっぱりこういびつな形になってるっていうのは感じます、まあ、隣接性を、まあ、あの仮設するというか、あの人工的に作り上げると構築物としてそこに置くっていうことですね。なんか隣接してるのに仕切れてないというか、まあ人間は絶対安全ですから、その構造の中では、だからまあ、誰か分かりませんけども、どっかその欠けているっていう発想自体が、それはもう完全に自分はもう安全圏に入ってる人間の発想ですから、発言だし、ええ、それはやっぱりね、大泉洋が震えてやれボーっていう怖さはないわけですよ、そこには、まあそんなね偉そうに言えることじゃないんだけど、まあ、僕も乏しい経験ですが、それこそ山の中のね沢の中にテント張って一人いた時には、それはね夜中の恐怖感というのは大変なもんでね個人的な体験を語れば、なんでそんなことやってんだ、別に自殺しまうんじゃないですよこれはやっぱりわずかでもそういう時に何事かをやっぱり感覚するっていうことが、おそらく今通常の生活を送っているなんかまあ日本人というか、まあ、日本人って言葉も嫌いだけど、なんでしょうね、人間の中でも、まあ、都市生活者というか、なんかそういう人たちの間にはほぼ欠落して失われているから、すごく安直に使えるんですよ、そういう言葉が、躊躇なくというか、躊躇なく、だってそこに何ら恐怖感が伴わないですもん、うん、だそれはまさに非対称な関係であって、そうでしょう、でもこの神なる狼っていうものの中でのその主人公と狼というもの、あるいはそのモンゴルの人々と狼との関係性ってものは、さっきのピグミーの話じゃないんだけれども、やっぱりお互い常にこう拮抗しつついる状態の中に、で言ってみれば漢民族中心の価値観を持った人間が入ってきて、それがまたその価値観自体がそのような生活環境とか動物と人との関係性の中で問い直されて、しかもそれを変容して相対化して自分が変わっていくっていう方向に行くわけですよね。そうです、そうです、そこがね大事なんですよ。だから、ポストモダン民族史のあり方っていうのは、結局これまで文化人類学者っていうのがその客観的な立場っていうものを貫いて、自分も変わらないし、対象も変えない、あたかも透明人間のように接するっていうね、あり方で
叙述をする調査をして叙述をするのが正しいんだっていうふうに言われてきたのに対して、うん、そうじゃないと、うん、結局三要観察で関わってる以上は自分も変わるし相手も変わる、変わる、その中で一体何が変わっていくのかっていう、うん、そのダイナミックな動態的なものの中で叙述をしていくのが大事なんだっていうのがポストモダンのあり方ですよね、うん、だからまさにこれはねその実践で、極めて正しいと実践ですよ、ね、思うんですよね、うん、でもさっきの話振ればその語りの主観性っていう概念ともすごくリンクしてくるわけで、まあ、ガタリはポストモダンのね、まさに機種の一人ですから、ね、ですからまさにね、でもガタリの演奏もこれはまあ言うまでもないですけども、あの人実際の精神科医としての実践の中でやっぱりそういったものが生み出されてきたりするわけですよね、うん、その精神科医っていうところで言うとそのトーテム自体をねフロイトが分析したっていうのもあるかもしれないけど、うん、なんでしょうね、これあくまでもトーテムなので、そうするとやっぱり狼が現実的関係においては人間とその競合関係にある敵でありライバルであり師匠であるんだけれども、うん、トーテム信仰っていうものの中でいうとやっぱ祖先であり神であるわけですよね。で、そうすると例えばこの中でも出てくるんですけど、自分たちの死体っていうものをその平原に置いとくわけですよ、うん、でそれは狼に食べてもらわないといけない、うんうん、で食べてもらわないと、モンゴの人たちは狼が空を飛ぶっていうふうに信じていて、食べてもらって初めて魂が天空へ上がっていくことができるんだっていう認識なんですよね。ですからその中では本当に狼に対する絶対的な信頼みたいなものっていうのがあって、でその中でのやっぱり競合関係なんですよね。だからすごく人間と動物との関係としていろんなその重要なものがたくさんこの中にありますよね。でその信頼関係ってすごく大事なことだと思うんですよね。うん、だから自分をこの世から消し去ってくれるっていうことに対する信頼っていうのはね、うんうんうん、非常に重要だと思います、うんうん、ある意味でその存在をね、そうですね、かけてる、だから言ってみればその存在の贈与みたいなものっていうものを、はい、初めてね、消してくれるっていうか、うん、ゼロにしてくれる、ゼロにしてくれる存在なので、はい、存在の贈与っていうものは持ってしまうとその消せな い, せない、ずっと永遠の、うん、返済不可能な負債になるわけでしょ、うん、でそれをゼロにしてくれるんですよ、本当にありがたい、そういう存在は本当に、でそういう信頼関係が、ね、あるはずだと思うんですよね、うん、もうだからいわゆる文明社会っていうものの中の人間っていうのは存在の贈与っていうものに対してはもう返済不可能だし、返済不可能なものを前提としてそれを忘却しつつあるっていう ね、 うね、非常に倫理的にね大敗した状態になってしまうので、だからそこまでね非人間的なものに対する信頼関係を抱けるっていうのはすごく幸せなことだし、すごいことです、幸せなことだと思う。でまたそれがこういうまあ小説っていう形で実際のねこのまあ作品としてその展開されたっていうこともね、うん、あとは本当にいろいろ考えさせられるところはあるけど、そもそもとしてすっげえ面白いっていうのは、うん、そうですね、素晴らしいですね、そこはね、うん、本当にこれ以上のものを探してしまうとね、いろんなものに幻滅するんですよね。あともその動物を描いた作品を比べちゃうと、うんうん、そうなんですよね、いろんなところ匹敵するものが見当たらないなかなかないという感じはありますね。散々して終わってしまうんだけど、はい、そういう作品ですね、まあ、だあえてでもその狼のその系譜の問題を考えるとすれば、やっぱそのシートンがあり、ね、あるいはそのジャック・ロンドンの白い牙、はい、それと実際に狼ではない主人公ではないけど狼が出てくる作品として野生の呼び声があり、うん、そして最近スバルの方でもその日本語訳が出ましたけれども、ブラウンウルフっていうね作品があって、それは野生の呼び声とか白い牙とか、うん、ジャック・ロンドンがその動物を描く時には必ず訪れる野生とその文化との関係の中での綱引きっていうか葛藤っていうかね、そういうものに完全に焦点を絞った短編なんですよね。でそういうものも出てきているし、でそのジャック・ロンドンの関係でいうとその日本のその都外行きの騎馬王物語とか、でそのジャック・ロンドンの場合には必ずインディアンとかそのネイティブアメリカンの問題が絡んできますけど、都外行きの場合はアイヌが絡んできていて、
ダンスミスフーブス自体もそうなんですけど、まあね、必ずそういうね、うん、あのいわゆるその原住民の人たち、まあ、いわゆる我々よりも、うん、あの動物とか自然環境に近いところで暮らしている人たちの問題とは必ず出てくる。でそういうのをやっぱりしっかりね抑えて考えなければいけないと思うんですけどね、うん、まあこれは今回では完結せず、うん、もうちょっとあのやらなきゃいけないですね。そうですね、でまあ、あとそのネイティブの人たちと動物の関係等も含めて、まあ、これはあの前々から北条さんとの、ね、会話では、まあ、やり取りの中で話題になってるオカリミノルさんのね仕事とかね、あのアボリジニのオーストラリアのネイティブの人たちとのあのオカリさん自身のあのまあ参与観察というか、それとそれによって彼がこちらにもたらしてくれたね、まあオカリさん亡くなられちゃってますけれども、うん、だまあいろいろまたちょっと手近なところでね、これはあのラディカルオーラルヒストリーのねこれ、うん、誰が歴史家なのかっていうね、これの中での最後の言葉がねすごくやっぱりこのアボリジニーのジミー爺さんのメッセージ、尊重したり解釈したりするのではなく文字通りに受け止めることができるのだろうか、歴史を殺しちゃいけない、そんなことしたら歴史がお前を殺すぞっていうね、この終わり方かっこいいね。でもすごいこれやっぱり改めてね読み直してちょっと、うん、そう価値付与してしまうとオリエンタリズムになっちゃうんですよね。だから尊重したり、うん、あるいは解釈したりっていうのは価値付与、うん、ね、分析もそういうものをせずにどうやってその対象を受け止められるかっていうね、ものすごい困難なことなんだけれど、うん、そうですね、ただ動物と人間あるいは他者との関係っていったことに関してやっぱりでもそれ少し難しいなと思うのは、一方で、要するに完全なる客観性はあり得るのかっていう話になるわけでしょ、うん、その話突き詰めていくと、うん、で一方ではそうするとポストモダンの側のありえないんだから主観で言ってその責任を持ちましょうよって話が、はいはい、だからその両方っていうものを見据えながら、はいはい、あの我々は研究していかなきゃいけないんだっていうことですよね、はい、で中道を行くのです。そうですね、だからこういうそのロンドンやなんかの話も次していかなきゃいけないんですけれども、うん、ここでやっぱりそのホカルさんの話も出てきたし、1年僕の中では1年巡ってまたたどり着いたけれども、うん、あのポール・ナラスディの、うん、狩猟とか動物に対する捉え方っていうものを一体どうするのかっていうことも、うん、あの考えていかなきゃいけないっていうことでしょうね。ですね、僕は物語化を避けているからって言った人間がやっぱりちゃんと最後には今後 の自らの抱負とともにですね、次の流れをきちんと予告をしておくという冒頭の司会士官があります。しかもこれはあれですね、誘導ではなくまさにこの競合関係の中で出てきたのかと、これがやっぱり醍醐味ですよ仏教的に言うと空合ってやつなので、はい、集合的なものですから、はいはい、私個人のね自己正当化ではないので、はい、社会から生まれた階段みたいなものでねはい、なんかちょうど1年前、はい、っていうかこの、四谷階段を始める時の問いっていうのがなんか改めて、こうはっきりしてきたっていう感じがする回だったなっていうふうに思います。まあその自然を、まあ、ロマン主義化理想化物語化することなくいかに我々は語りうるかというような難しい問いを、まあ多分これからもまあ、通奏低音なのか、まあ、前景化された形なのか分かりませんけども、まあ、それについて、趣向を重ねていきたいというふうにおそらく皆さん思っていると思います。まあ、今日はですね、これ澤さんの司会で始まり、佐藤さん の沖縄報告というのもありました。で、まあ、その狼表彰というのをめぐって特に神なる狼という大傑作大長編をめぐって
議論を交わしてきました。この狼をめぐる議論に関しては、今回で終わりというわけではなくて、引き続き、また何か話す機会を持つと。次回ということにしますか、それともちょっとっていう形にしますか、そのまま連続の方が良さそうでしょうか。そうですね、はい、これは続いてもいいんじゃないですか、ですね、もうちょっと具体的な話も絡めつつということで、そうですね、まあ、次回 16.2 とするか17回とするか、うん、まあ、それはちょっとまた考えますけれども、うん、また第2部をご期待ください、何か一言を付け加えたいことがある方いますか。あ、そういえば今日ですね、上村隆さんからFacebook 上でメッセージをいただいたんですけども、カルスタ学会の今度出る号にですね、四谷怪談の議論を参考にしてある精肉店の話の映画表を書きましたのでご批判くださいというメッセージをいただきました。刊行されましたらみんなで読んでここでコメントを。正式な刊行物で生この四谷怪談が言及されるのもしかしたら言及されないかもしれないけど言及されないかもしれませんけど、一応議論を刺激されて参考にして映画表を書きましたっていうことです。とてもそれはありがたい話ですね。他に何かありますか、プチ近況報告的な。大丈夫でしょうか、皆さん金曜の夜11時お疲れの様子もちょっと出てきた頃です。それでは、本日も皆さん聞いていただいてどうもありがとうございます。それではまた次回まで、それではまたお会いしましょう。はい、はい、お疲れ様でした。うふしゅなきたぼり。